有楽町と大手町を結ぶ丸の内中通りの街路樹が光り輝く丸の内イルミネーションと丸の内ブライトクリスマス2010の2つのイベントの点灯式が昨夜行われました。3、2、1、メリークリスマス。歌手のジュジュさんの掛け声に合わせて丸の内が光り輝きました。実行委員会によりますと、丸の内イルミネーションは消費電力を従来よりおよそ 65% 削減することに成功したエコイルミネーションにより LED85 万球が初冬の丸の内を彩ります。丸の内イルミネーションは来年2月20日まで、丸の内ブライトクリスマスはクリスマス当日の12月25日まで点灯されます。